士山のふもとのスキー場が例年より2週間遅れでオープンし、早速スキーヤーでにぎわっています。山梨県鳴沢村のスキー場では暖冬の影響で気温が下がらず、この10年間で一番遅いオープンとなりました。しかしここ数日の冷え込みで雪質は良く、絶好のコンディションだということです。20日朝もマイナス 8.5 度と冷え込みましたが、朝から青空が広がり、待ちに待った大勢の人たちが訪れていました。